青春アドベンチャー。1972年10月28日土曜日午前8時15分ロサンゼルスの沖合で乗客201名を乗せたハワイ行きジャンボジェット機 PGA81 便が最新鋭のジェット戦闘機 TX75E にハイジャックされた。こちらはシャドウ81。要求はただ一つ、ベトナム戦争の即時停戦だ。拒絶した場合は撃墜する。私は合衆国空軍大尉グラント・フィールディング。私がシャドウ81だ。ルシアン・ネイハム原作、中野啓治役、三上幸四郎脚色、和田隆文音楽。シャドウ81連続10回第3回誇りのために。はい、ロサンゼルステレビです。おい、オルカット、ワズワーズのインタビュー編集できたか。奴がハワイに着く前、夕方の放送には間に合わせろ。あ、デスク、もう少々お待ちよ。今年1972年、北爆を無差別爆撃の形で再開したではないか。何言ってやがるの。大体あんたの息子は徴兵されてねえだろ。ったく、わずわずの野郎。ああ、つまらん。実につまらんインタビューだな。一歩も二歩も踏み込めといっつも言ってるだろうが。ですがね、デスク。あんな野郎、いっつも二枚舌で。パシフィックグローバルエアライン81便、ハドレ機長。なんだこの無線は。ロサンゼルス空港の航空無線なんですかね。大統領が答えを出すまでには、おかしいな。空港1時間も前に出たはずの PGA81 便と管制塔が、まだやり取りをしてるぞ。えこの PGA81 便が危ない。アドレ機長、わかったわ。どこまで話が進んでいるかだけでも連絡して聞いてみる。頼む。タグ、彼らにも少しは戦闘機にロックオンされている気分を味わってもらいたいね。戦闘機ロックオン。おい、こいつはハイジャックだ。ハイジャック？ PGA81 便が？ああ、戦闘機でジャンボジェットを脅迫してるんだ。シャドウ81、こちら PGA81 便ハドレー機長だ。ロサンゼルス空港から250キロ離れたご指定の地点に到着した。これから時速420キロで半径20キロの旋回を開始する。頼む。一体いつハイジャックは終わるんだ。市長、失礼するよ。どなたですか。保安上コクピットへの立ち入りは禁じられています。私を知っているだろう。ベルトン・ワズワーズ上院議員だ。次期大統領候補の。とにかく出て行ってください。おい、この先生を外に出せ。はい、出て行ってください。はい、失礼な。どけ。やめろ、マイクに触るな。おい、聞こえるか、ハイジャック犯。こちらはフェルトン・ワズワース。アメリカ上院議員だ。へぇ。次期大統領候補、じきじきのお出ましとは、光栄ですな。たまたまこの機に乗り合わせていてね。ちょっと話をしてもよろしいかな。君の名は ?PGA81 便の影。シャドウ81と呼んでいただきたい。シャドウ 81? そうだ。シャドウ81。君が今非常な緊張を強いられていることはわかる。そこで互いの共通理解を深めたいんだ。 FBI はまだ容疑者を特定できるのか。リストは1000人を超えています。現地対策本部。はい、ロサンゼルス空軍基地内に指揮系統を束ね、ローレンス・ハーモン大将もそろそろ本部に到着することだと。大統領、ニクソン大統領、大変です。どうしました、ローズメアリー・ウッズ秘書官。民主党のワズワースがシャドウ81と直接交渉を始めました。シャドウ81と直接交渉。航空無線をスピーカーに出して早く。それから君自身も分かっているはずだ。ベトナム戦争の即時停戦要求など叶うわけないこと。あんたの選挙公約は即時停戦のはず。先生、おっしゃってることが違いますね。でしゃばりワズワース、余計なことを。いいか、シャドウ81、もし君がこの旅客機を解放すれば、次期大統領候補として君の罪を減免するよう働きかけていくがね。罪を減免。ああ、
君の罪は軽くなる。軽くなる？ふざけるなよ、ワズワース。罪の重さを決めるのは我々民衆だ。あんたたちはいつまでベトナム戦争を続けるつもりなのか。一体どれだけ罪のない人々が亡くなっているんだ。許しをコーナー、あんたたち政治家じゃないのか。ほう、謝罪をするのは私の方だと。ああ、ワズワース、あんた何しにハワイに行くんだ。はい、ロサンゼルステレビです。デスク局長からです。はい、変わりました。はい、すげえ、本物のハイジャックだ。大化けにワズワースのやつが話しやがる。要は来月11月7日の大統領選挙の票集めか。ああ、思い出した。ワズワース、あんたの息子は兵役が免除されてるらしいじゃないか。いや、彼は大学に。分かってるじゃねえか、シャドウ。はい、悪かった、局長が OK 出したぞ。すぐに中継出せる。よし、全米の中継開始だ。ベトナム戦争反対。お嬢さん、まだかい。はい、コーヒーですね。少々お待ちください。はい、ジェニファー、今日はデモに参加しないの？夕方には仕事が終わるから、それまでやってるなら行くかな。おい、ロサンゼルスの沖合でジャンボジェット機がハイジャックされたってよ。ハイジャック？ラジオつけてみな。こちらロサンゼルステレビ、バーニー・オルコットです。このロサンゼルス海域で前代未聞のハイジャック事件が発生。犯人はシャドウ81を名乗り、ベトナム戦争の停戦を要求しております。ベトナム戦争の停戦を要求？シャドウ 81？ ああ、やるな。すげえよ。 PGA81 便とハイジャック班との交渉は今現在も無線で続けられています。聞いてみましょう。なあ、上院議員閣下、あんた沖縄やベトナムで戦ったことはあるか？沖縄、ベトナム？こりゃ何も知らんな。いや、ベトナムの戦況は随時報道で。あんた、京一沢田の写真を見たことがあるか？京一沢田？見たことはないな。京一沢田。ジェニファー、どうしたの？この前、ある人と京一沢田について話してね。あら、例の軍人さんの彼氏？話して話して。ねえねえ。この間、京一沢田という人の写真展に行ったの。京一沢田？ええ、日本人よ。私たちアメリカが原爆を2発も落として何十万もの人たちを殺してしまった国の人。ねえグラント、軍人をやめて。軍人をやめる？そうよ、あなたには私にとって誇れる男になってもらいたいの。なあジェニファー、俺は軍人だ。政治家の影の存在なんだ。影？ああ、単なるシャドウに過ぎない。シャドウ、まさか。沢田は日本人だ。アメリカが原爆を落とした国だよ。我々は未だにその罪を償ってはいない。ナパームどころか原爆を落とされたとしても我々には何も言う資格はないんだよ。それとこれとどういう関係があるんだ？彼は安全への逃避という写真を残して亡くなった。南ベトナムの母親が子供を抱きしめて川の中を逃げ惑う写真だ。しかしその親子が逃げていたのはベトコンをあぶり出すために彼らの村を焼き尽くすアメリカ軍からだった。アメリカ軍から？地獄だよ。一瞬で村が燃え、人々は逃げ惑った。機銃やロケット弾を撃ち込まれ、山を覆うほど撒かれた枯葉剤に敷き詰められた地雷。何百万人もの罪のないベトナムの人たちが苦しみながら死んでいった。いや、今も苦しんでいる。だが即時停戦などとても無理だ。ではあんたも公約なんかするんじゃない。パールハーバー平和の誓い、笑わせるな。俺はな、長い間地獄の泥沼に浸かっていてな、今も俺の怒りに震える指は機関砲のスイッチにかかっている。待ってくれ。
くれ。頼む。お願い、黙ってくれ。シャドウ81。もう下がってください。外に出て。すまなかったな、シャドウ81。ワズワスがいきなり入ってきたな。シャドウ。シャドウ。ああ、聞いてるよ。ああ、シャドウ。君の気持ちもわかる。だがな、ワズワスの言うことももっともだ。即時停戦なんて数時間で決められることじゃない。であれば、もう一つお願いをしようか。万が一、戦争を停戦できない場合は、2000万ドルの金塊を用意してもらいたい。2000万ドルの金塊？そいつもまた無茶な話だ。当局の本気の度合いを見せてもらいたいのさ。ロサンゼルス空港に運ばせろ。乗客201名の命と引き換えなら、破格のダイバーゲンセールだ。はい。ハイジャック犯。いよいよ本気だな。今度は2000万ドルの金塊か。ニクソン大統領、ロサンゼルス空軍基地ハイジャック対策本部からです。ハーモン大将はすでに現地に到着しており、大統領とお話したいとのことです。ああ、出してくれ。ハーモン大将か。はい、大統領、一つお願いがあります。なんだ、言ってみろ。シャドウ81撃墜の可能性を検討させてください。シャドウ81撃墜の可能性？ええ、米軍のあらゆる手段を使ってシャドウを撃ち落とす体制を整えます。大統領、有事なのです。よろしい、許可する。はい。なんとハイジャック犯は政府に2000万ドル分もの金塊を要求しました。果たしてニクソンはその要求に応えるのでしょうか。ハイジャック犯は自らをこう呼んでいます。シャドウ81。コーヒー美味しいですね。店員さん、どうされたんですか。すみません。シャドウ81。はい、実行犯がある写真家の話をしていて。今日一沢田ですね。ええ、少し前に私も知り合いと沢田の話をしたものですから。そうですか。彼の写真なら私も見たことがありますよ。戦争とは嫌なものです。私はこのハイジャック計画を立案したザッカリエンコ、ワシントンからロサンゼルスにやってきた。計画直前、相棒のグラントに言われたことを思い出す。将軍、ロサンゼルスに行ったら一言、私の恋人ジェニファーに声をかけてやってください。万が一のことも考えられます。グラント、彼女に言われました。私にとって誇れる男になってほしいって。だから俺はそのために戦う。あなたがジェニファーさんですね。実は友人から伝言がありましてね。俺はジェニファーの誇れる男になるために戦うと。え？誇れる男になるため。さて、そろそろ時間だ。一仕事するか。お金ここに置いておきます。よいしょっと。あの待ってください。いよいよ私もシャドウ計画に加わる。私のバッグの中にはサンタクロースの服と山のようなプラスチック爆弾 C4 が詰まっていた。目的はこのロサンゼルス、天使の街のお宝だ。青春アドベンチャー、シャドウ81。原作ルシアン・メイハム、役中野啓二、脚色三上幸四郎、音楽和田貴文。ただいまの出演、グラントフィールディング、落合元樹、ザッカリー・エンゴ、影山泰、ジェニファー朝倉亜希、ローレンス・ハーモン、小山剛、バートン・ハドレー、古川浩二、ケイシー・ブレーガン、千葉雅子、バーニー・オールコット、朝倉慎二、ローズメアリー・ウッズ、福森香里、フェルトン・ワズワース、山崎拓海、他に小島光一、そしてリチャード・ニクソンは私、銀河万丈でした。青春アドベンチャーを終わります。次回どうぞお楽しみに。